さあ、今日はですね、世帯語2018年情報の読み取り問題行ってみたいと思います。でもちろんこの後実演に行くんですが、皆さんちょっと前振りとしてですね、正解のヒント、根拠の決め手となってくれる内容は文章の後半に存在してるんですよ。でそういうことを皆さん文末焦点、エンドフォーカスと呼んでるんですが、具体的にはですね、B 動詞の右側、この辺り、一般動詞の右側、この辺り、そして助動詞の右側、この辺、前置詞の右側、そして否定語から右側、この辺りがですね、正解の根拠となってくれているんですね。ですから、普通にやっても力につきませんので、やはりこの辺りですね、意識しながらやっていただけるとですね、得点アップ、ケアレスミス防止につながるんじゃないかという感じでございますので、この後、これをもってですね、実演一緒によろしくお願いします。さあ皆さん、早速行ってみたいと思います。皆さん、お父さんのためのですね、料理教室のお話でございます。で、パパベアクッキング、まあそういうスクールなんでしょうね。で、was established in 1992、by Ralph Bearlison さんによって、設立されましたよと。で、he recognized that、彼は気づいてました。many fathers like to cook、たくさんのお父さんは、料理をするのは、好きなんだけども、but often didn't have enough time、十分な時間が取れませんよ。to prepare meals、食事を準備する時間が取れませんと。ですから、he hoped to share his interest。彼は自分の興味、関心を共有する希望を持っていました。それは in cooking meals、食事を作ることですね。で、それは、in a short time、短時間で。で、しかも that would taste good、味が良くてですね。で、be good for their families ということで、家族にとって良い。そういう、食事ですかね。それを作ることの興味を共有しようと、思ってましたと。そして、あと、パパベアクッキングスクールでは、You can learn to create a variety of meals、様々な食事をですね、作れるようになりますよ。で、Under the guidance of professional cooks ということで、プロの料理人の指導のもとですね。そして、making you the envy ということで、羨ましがられますよと。で、of your family and friends ということで、家族や友人からですね。で、the following cooking course is starts in the first week of May ということで、この後、一覧表が出てくるんですが、まずちょっと手の一番すぐ解けますのでやってしまいます。What inspired Ralph Bearlison to start Papa Bear Cooking School ということで、なんで、この学校を始めることになったんですかということですが、選択肢1番、He knew his family and friends were jealous of his cooking skills ということで、家族や友人がですね、その作った、このベアリソンさんですかね、の料理の腕前に対して、羨んでいましたということですが、これは皆さん、生徒さんが羨ましがられるようになるわけですから、皆さん、1番はちょっと違いますね。で、選択肢2番。He knew that fathers were not interested enough in cooking ということで、彼は分かってました。お父さんが、皆さん、興味がないということを分かってましたということですが、皆さん、お父さんは興味があるという話が先ほどございましたね。ですので、選択肢の2番はちょっと違うということでいいかと思います。そして、選択3番。He wanted to give fathers opportunities to become professional cooks ということで、プロの料理になる機会ではないですね。プロの料理人の指導のもと教えてもらいますよというだけでございます。となってくると選択肢4番。He wanted to teach fathers to cook quick, delicious and healthy meals ということで、これが良さげですね。で、皆さん根拠どのあたりですかということですが、まず、皆さん、クイックということですので、なんか短時間で作れる料理の話ですね。で、そのあたりは、どの辺にありましたかということですが、皆さん、このあたりでいけそうですね。ショートタイム。そして、皆さん、デリシャス、美味しいですよ。という話は、ここですね。テイストグッド。そして、ヘルシーミールズ、体にいいですよ、健康にいいですよ、という話は、このあたりでバッチリかと思います。ですので、言い換え可能、選択肢4番が正解ということでいいかと思います。で、皆さんやはり根拠を確認していただけますと、皆さんここだったら皆さん前置詞in の右側。そしてこちらであれば皆さん助動詞の右側ですね。助動詞の右側。そして皆さんこちらであれば B 動詞の右側ですよね。でもちろん文末にかけてしっかり根拠を確定できるかと思います。
そして皆さん正解となった選択肢4番も皆さんクックですかね、一般動詞の右側が確定できる根拠になっております。もちろん文末ということを考えると情報構造バッチリですね。では問いの2番に行きます。さあ続いて問いの2番でございます。皆さん、設問の指示ですね、さっき一緒に読んでいただきたいと思います。トニーズ going to participate in the French course ということで、まあ、トニーさんですかね、それがお客様だと思います。お父さんですかね、フレンチのコースに参加したいと、参加する予定ですと。で、use the discount coupon provided ということで、提供されているそのクーポン、ディスカウントクーポンですね、それを使いますと。で、he will also buy an apron and a towel set from the school ということで、まあ、学校からエプロンとタオルのセットを、まあ、買いますと。で、how much will he pay in total ということで、まあ、全体で、まあ、どれぐらいかかるんですかという設問の指示なんですね。で、この下に選択肢があるんですが、ひとまず分かるところからですね、ちょっと行ってみたいと思います。で、participate in the French course。これ上の表をご覧になっていただけますとですね、まあ、すぐ分かるんですね。フレンチ、いくらですかっていうと、皆さん250ドルという話がございます。で、その後は、この次の文章を読みますね。さあ、皆さん、続いてでございます。皆さん、その次の指示はですね、use the discount coupon、というお話がございます。で、皆さん、クーポンはですね、実はここに、文章の下の方にですね、実はありまして、まあ、10% off というお話でございます。ですから、250ドル、先ほど250ドルの、まあ、10% off ということですから、これで皆さん、225ドルになるんですね。で、その後、最後でございます。この辺りですね。皆さん、エプロンとタウエルのセットですよ。from the school ということです。皆さん、これが、まあ、一体どれぐらいかかるのかということなんですが、実はここに書いてましてですね。an apron and towels. You can rent an apron and towel set for $6 per week or purchase a new set at our store for $50 ですね。これでいいと思います。ですから皆さん、50ドルということです。ですので、先ほど250の 10% オフということですが、225。225に50ドル足していただきますと、正解は2番ということで、バッチリですね。で、皆さん、根拠は、というともちろん、これでございます。もう説明の指示通りですね。前置詞の右側。そして、一般動詞の右側。そして、これもそうですね。一般動詞の右側ですよね。これでバッチリかと思います。で、これですね。皆さん 10% 割引のところ、皆さん見ての通り、皆さん名詞しかないので、これは皆さん情報構造適用外ですが、こちら、皆さん前置詞の右側ですよね。これで皆さん、確定できる根拠がはっきりわかります。もちろん文末であるというところも一つ、情報構造としての、まあ、ポイントですよね。で、この後、この3番、4番と続くんですが、もし、この2018年の問題を皆さんお持ちの方は、まあ、やった後ですよね。根拠がどこなのか。で、それをしっかり特定していただきたいのと、この問題は持ってないよ。でも、今日、明日以降、違う問題があるんだよという時の場合には、やはり、答え合わせをする前にですね、やはり根拠ですかね、どこを根拠にしたのかはやっぱり確定していただきたいのと、仮に今答え合わせして間違っていたとしても、根拠をやはりよく確認をしていただきたいんですね。で、その確認するときには、なんとなくこの辺、とかではやっぱりダメなので、確実に、細かくですね、こういう前置詞の右側とか、一般動詞の右側とか、このあたりを少し意識するだけでも、随分変わってくるかと思いますし、実力アップにですね、つながるかと思いますので、今後も頑張ってくださいね。